母がまだ若い頃、僕の手を引いて、この坂を登るたび、いつもため息をついた。ため息つけばそれですぐ、後ろだけは見ちゃダメと笑ってた。白い手はとても柔らかだった。運がいいとか悪いとか、人は時々口にするけど、そういうことって確かにあると、あなたを見ててそう思う。白虫のバツ無縁坂、かみしめる母親がこう、中がこうなって、同じぐらいになって、だんだんこう小さくなって、そう、小さくなって、分かりますよ、もうそうですよね。それを思い出してしまって、もう、本当よ、こういう詩を書くな、もう、さだまさし、さだまさし、もうあれですよ、小説家ですよ。そうですね、ベストセラー出しましたね。